菅浦地区菅浦菅浦の市菅浦の湖岩集落は、琵琶湖の北端より南に突き出て、岬城となる津倉尾崎の西側の入り江に位置し、滋賀県長浜市西屋在町菅浦の菅浦を中心とする地域を指す。2014年10月6日、菅浦の湖岩集落景観として、文化財保護法に基づき国の重要文化的景観として選定された。また、2016年には、 前年の2015年に日本遺産として認定された、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成要素として、菅浦の湖岸集落景観が追加選定された。菅浦は天皇に備える食物を献上する庭ニ人ニが定着したのが始まりとされる。津々尾崎の付け根部分に位置する菅浦は、険しい山に囲まれているため、 水運主体の隔絶された集落であった。これにより、早くから総尊が形成され、事件団を行使した。集落の東西には、教会となる四則門が残されており、かつては集落の四方にあって、部外者の出入りを厳しく監視していた。これら集落の起手と、動向並びに、構造は、塚神社より発見された菅浦文書に詳細に記されており、 近隣の大浦との激しい争いもよく知られる。天平法寺8年、藤原中丸おの乱の際に逃れた、純任天皇の陰性伝説も伝わり、須賀神社の祭神として祀られている。須賀神社は、明治時代まで、ホラ神社と称され、この地位が、純任天皇のホグユであったとされる。また、天正元年、小谷城落城の際に、浅井長政のこの万菊丸が、 菅浦の案外で裏に逃れたという伝承もある。集落では、魚老、稲作、畑作、林業が長らく続けられ、明治時代以降は、タバコ栽培や、養蚕も行われるようになった。また、1960年頃からのヤンマー家庭工場の作業場も一部現存する。1966年、菅浦と大浦を結ぶ道路が開通し、1971年には、 菅浦の山間部に、奥、琵琶湖、パークウェイが開通した。奥、琵琶湖、パークウェイの開通に伴い自動車でアクセスが可能となると、中世の伝統をとどめる地域として、脚光を浴びるようになる。その後、1979年には、菅浦漁港が整備され、それまで船だまりがあった西の船入りと東の船入りは、埋め立てられた。小岸底もこの頃に整備された。 2015年現在、菅浦地域には72世帯177人が暮らしている。菅浦地域には縄文時代より人の生活が認められ、津々浦崎の先端東側の固定に位置する津々浦崎固定遺跡のほか、奥出湾に位置する諸川固定 A 遺跡が知られる。また、菅浦地区の山腹には、弥生時代の集落跡の菅浦遺跡がある。 奥出湾に面した北斜面には、アスカ時代の7世紀後半とされる、諸川が用跡があり、1986年、昭和61年3月28日、滋賀県指定史跡に指定されている。この他近郊の山麓に、アスカ時代の寺院跡の白山遺跡も知られる。奈良時代には、万葉集にも読まれたように、菅浦は水運における主要な港の一つであった。 菅浦に、ニエ人が定住した時代は不明であるが、およそ8世紀末マイナス11世紀中頃であったと考えられる。菅浦は、長久二年に立憲された、温城寺円満飲料の大浦荘の一部とされたが、菅浦はこれを否定し、平安時代末期頃までに、畜部島弁斎店の本寺、三門段内飲料として独立した。比江山との関係により、住人の一部は、 日吉大社の新人となった。また、12世紀中頃の平安時代末期以降には、一部が小寿司書の久保人となり、倉人書の書簡となる内蔵量の支配のもとについた。久保人となった目的は、カモ社、ミクリアの片手とも祭人の漁労による妨害を排除することにあったとも言われ、後の剣務2年や欧泳4年にも、片手との漁場紛争が見られる。 菅浦は中世の総尊と称される自律的、自治的村落共同体として知られる。菅浦で初めて、そう、という語が認められるのは、上和2年の菅浦小宗尊の気分においてであり、この、所沖文のことと記された宗置き手には、多方の個人売買の制限について定められている。中世以来、菅浦の宗尊は、西と東の村より構成され、 その居住地を総じて、ちょっと称した。また、15から16世紀には、大人20人、中老東、西、各二人、それに、若手からなる、自治組織を整えていた。その総尊の事件団の規範を示す例として、干渉2年7月13日の菅浦総称置文には、人を罰するには私的な関係で判断せず、証拠を重視し、 大人の抗議により裁判を行うことなどが定められている。中世の菅浦においては、集落の北西に位置する日指、諸川の約16ヘクタールの殿時をめぐる大浦との200年に及ぶ争いがよく知られる。特に文案の争いが、文案6年菅浦創をお化粧とも称される、合戦期、菅浦総生合戦中期に記されるが、この文案2年の合戦の150年前である、 永人三年にはすでに争いが生じていた。また、文安の合戦後も、大浦との争いは続き、干渉二年、大浦僧で、菅浦の者が殺されるという盗賊事件が、発生すると、15世紀中頃には、日の浦松家領であったことから、日の家のもとで審理され行き章が行われた。そこで、菅浦孔が敗訴したことにより、菅浦征伐に向けられた大軍に菅浦は包囲され、 菅浦は合戦を覚悟したが、仲介を通じて、菅浦の二人が下手人となり降参したことで滅亡を免れた。大江国を領有した京国氏の勢力は、菅浦にも及んでいたが、戦国時代となる京国高清の時代、北大見の浅井助政の反乱により、勢力を拡大した浅井氏に菅浦は支配されていった。天文十年の船の動員のほか、 直接年貢や物資を取り立て、菅浦の自治においても干渉し、支配を強めた浅井氏により、菅浦の自治の根幹であった、実件団は奪われ、以後、復活することはなかった。織田信長により浅井氏が滅んだ後、文禄五年には、石田三成の支配の下で菅浦は、豊臣政権下の一村落として、菅浦村となり、 慶長7年の県知により国高は473国とされると、共に日指、諸川の領有も確定している。江戸時代になると、慶安4年より、本田しの支配のもと税々半領となった。実地の根幹は、浅石に屈服して、以来すでに失われたが、西と東より選ばれる中老、若手といった組織は残り、大人の流れを組む。 中府契約20人により村内の運営や諸行事が行われ、ゼゼ藩が菅浦に建てた大官と強く対立したこともあった。1889年に町村制が実施されると菅浦は長原村の大技になる。中世菅浦の20人の大人は江戸時代の中府契約から諸制度の改変に組み入れられた明治大正時代にも二十人代、二十人衆として続き、 昭和期以降も長老衆として存続されていった。また、1922年4月には、長原神城小学校菅浦文教場が設けられ、4年生まで菅浦で修学し、5年生より本校に通学した。片道8キロメートルの本校通学において、北の尾根を越える山道や湾部では、私船が往復に利用された。その後、1948年に、 長原小学校菅浦文校の教室が増築されると全学年が文校で修学するようになった。1875年の個数及び人口は111個450人であり、近世以来ほとんど変化は見られない。その後、1985年の個数は100個であった。長原村と塩津村の合併に伴い、1955年からは、 西屋在村の所属になる。1965年には長原小学校菅浦文校より6年生が本校に通学するようになっていたが、1966年自衛隊により菅浦と大浦を結ぶ道路が開通した後、1967年に菅浦文校は本校に統合され、1968年にはスクールバスによる本校通学となった。 2010年、伊香郡西矢財町が高槻町、木本町、横町などとともに長浜市に編入されると、長浜市は高齢化や過疎化が進む菅浦における景観保存事業の検討をはじめ、2011年度より文化的景観の調査が開始された。その後、文化的景観保存計画の策定などがなされ、 2014年には、長浜市西屋在庁菅浦の全域及び、琵琶湖の一部を含む1568ヘクタール、1568.4ヘクタール、陸域613.0ヘクタール、水域955.4ヘクタールの区域が、重要文化的景観に選定された。2010年10月の国勢調査によれば、菅浦には、81世帯、217人が暮らしたが、 2015年10月1日の調査時点においては72世帯177人になっている。須賀神社758年に即位した順任天皇は764年の藤原仲丸郎の乱により廃位され大井神道として淡路国に流されたが順任天皇の陰性したちは菅浦であると伝えられ淡路は大見であるとされる。 天皇が菅浦に造営した、ホラグーの跡と言われる、スカ神社には、純任天皇が祭人として祀られ、神体は、天皇が茅屋の木を取り彫刻した神像と言われる。背後には、純任天皇の船形五両と称される石積みがある。天皇の没後50年ごとに法要が営まれており、2013年10月には1250、式年祭が行われた。また、 南東の津浦尾崎の山上には、館内石があり、この周囲約六十メートルの神様山とも呼ばれる、墳糾上部に認められる二木は、純任天皇の聖母の塔間山城の並びに、皇妃の両母であると伝えられる。戦国時代、浅井長政の居城であった、小谷城の落城の際、万菊丸と呼ばれた、長政の幼子が、家臣と乳母に伴われて、菅浦に逃れたという伝承もある。 万菊丸は家臣ら三人に守られて、小谷城を脱出すると、霊神寺で一夜を明かした後、菅浦の安愛寺に移り、夜、船で下坂浜の吉原に潜んだが、再び菅浦に戻りやす愛寺に隠れたと言われる。その後、万菊丸は福田寺の養子に入り、第十二世制芸として、宝刀を継いだと伝わり、菅浦にも同様の伝承が残されている。古代より、 主要な港の一つであった菅浦の周運は、公易において重要であり、文政7年の菅浦には、二重から三十国籍の丸船2十艘、田島守船十一艘を数えた。その後、明治時代初期まで菅浦は、湖北における塩津、大浦などと共に、若狭と京都、大阪を結ぶ水運の使用港としての役目を果たしていた。 久保人が住んだ古岸の菅浦集落の主な生業は漁業であり、かつての漁は船などの漁具によるものであったと考えられる。片田による小イトの漁が各地に伝えられたのは近世後期であった。漁業が経済的に成り立つようになったのは大正時代以降と言われ、菅浦のハエナワ漁は片田より大正時代末期に伝えられた。昭和期に見られた漁法は、 定置網漁、くい漁、底引き網漁、釣り漁、船漁など多彩であった。菅浦地区の湖岸は人工性の地形をなし、湖岸より10メートル以内で水深30メートルに達しており、その沖合では定置網漁である小糸網漁や釣り糸を流すハエ縄漁が行われた。また沿岸では襟漁やおいさで漁も盛んであった。 菅浦における漁業の最盛期はおよそ昭和40年代から50年代初頭であったと言われ、1978年には漁業従事者39人であったが、漁獲の減少などに伴い、現在は10人ほどとなり、30層であった置引網用漁船も、今日では、ごくわずかとなっている。高地の少ない菅浦の稲作は、ほとんどが集落より船で通う日 初川の伝池でなされ、収穫された稲は、日当たりの良い菅浦集落の浜に運ばれて、ハサバに干された。小岸には、稲干し用に建てられた高さ4メートルのハサグイが、ハサバに並び、火指、初川で収穫された稲が船で運ばれると、ハサグイに渡したハサダケに干された。稲干しの後は、組んでいた刃サダケを保管し、代わりに細い竹を刃サグイに渡して、 終年物保守として利用された。また、戦国時代には、有料原料の油切り栽培が産地を切り開いて行われていた。栽培を開始した年代は不詳であるが、円徳元年には栽培されている。ただし16世紀初頭では、まだわずかであり、本格的には、天文末年を永禄初年頃に栽培されたと言われる。元気2年には、浅石にその、 油身60穀が買い取られ、代価として米40穀を受けている。慶安4年に収めた年貢のうち、油実は約58%を占めていた。明治時代初期の地石図には、油切り畑であった、当該畑の区画が三腹の髪型となる谷筋の上流に多数認められる。1871年には牛14頭が使用されており、 産地の急斜面の工作に使われていた。しかし、江戸時代後半より次第に油術の需要が低下したことで、やがてタバコの栽培や養蚕、クワの葉の生産などに移行し、明治時代中期にはクワ畑の増加が見られ、明治時代後期から昭和初期まで拡大した。タバコの栽培は1963年頃まで続けられていた。また、菅浦は北部にありながら、 南に明けて温暖なことから特産品として、みかんのほかびわも栽培され、1300年代にはすでに年貢としてみかんやびわが収められている。みかんの産地は、滋賀県北部では珍しい。しかし、奥、びわ湖、パークウェイの着工により、栽培面積は大幅に減少したと言われる。稲星用のハサグイに用いられた腐食に強い栗材の、か、 集落の裏山や日指、諸川の山から切り出された丸太や竹は、昭和初期まで、マリコ線に積まれてた村に出荷され、竹については植樹もなされていた。畜木の古城運輸は、それに関連する事件を記す資料により中世まで遡ると考えられる。この他竹には生産、出荷され、1980年代頃まで、クヌやコナが利用されたほか、木材として、 赤松や杉が利用された。化石燃料の普及による林業の衰退に伴い、1960年頃、菅浦の住人らの誘致により、ヤンマーディーゼルの下請け家庭工場である、ヤンマー菅浦農村家庭工業の作業場が個人の庭先20カ所に設けられた。作業所の規模は、量業約3.0メートル、桁行き約4.6メートルが基準とされた。ヤンマー家庭工場は、 制業との兼業ではなく、個人事業として創業され、エンジン部品の製造などが行われ、現在も一部が稼働する。JR 湖西線長原駅の南5キロメートルに位置する菅浦地区は、琵琶湖の北部に浮かぶ地区部島に向かい合う津ら尾崎の背後を標高約4 0 0ルの険しい山に囲まれた、強焦な洗浄地に位置する。一方が、湖に面しているため、 湖岩に道路が開通するまで、山を越えるか交通手段のほとんどは就航であったことから、陸の孤島とも呼ばれ、菅浦と大浦を結ぶ道路が開通するまでは主に、私船によって行き来していた。集落の東南端かつて、菅浦地区の西と東の入り江には、それぞれ船だまりがあり、昼間三橋に係留させた船を、夜には東西の船溜まりに係留させていたが、 1979年、滋賀県の新沿岸漁業構造改善事業により、菅浦漁港が整備されたことで、それまであった東西の船だまりは埋め立てられた。昭和中期まで、住人の多くは、琵琶湖の水を直接、飲料水としていた。また、集落の西側の取水には、西の船入りに流入する小出川急稼働の湧水や水路が利用され、東側では、 前田川という水路から東の船入りに流入する阿弥陀寺川の有水や山陸部ではその谷水が利用された。その他東の船入りよりもさらに南では主な取水すべてに湖水を利用していた。1961年になり、須賀神社の脇からの山水を水源とした菅浦間遺水道が備えられた。なお、集落の中央部に下り、 戦場地を形成した小出川の旧稼働の流路は、1952年、須賀神社の参道沿いを流れる、新稼働に付け替えられている。西の四足門集落の東西両端に残る、四足門は、集落の境界を示す草門である。門の構造形式は、四足門ではなく、薬井門である。石組み上に本柱2本と、控え柱2本を建て、控えの木と、 足元抜きで繋ぎ、本中上に歌舞伎を渡して、ひじきで桁を支えており、かやぶきの切り妻屋根で覆われ、破風の飾りは菅浦独特のものである。現在に残る四足門には扉がなく、創村の内外の領域を象徴的に示すものであるが、本柱を屋根の中心からずらして建てた構造により、一万一の防御の際には容易に倒すことができるような仕組みと言われる。 東の四足門は、胸札により、江戸時代後期の文政11年に再建されていたことが知られる。四方門とも呼ばれ、かつては四方にあり、集落の死後を司る死人を象徴して、混流されたと言われる。残りの二箇所の門関は定かではないが、一箇所は須賀神社の参道の途中に、もう一箇所の門は須賀神社から集落に降りる道筋にあったとされる。 四足門と同様の総門として、略王四年の資料、今世に、藤屋式売券に、大浦を意識して、西側に構築されたと考えられる、大門の存在が認められる。現在の四足門のような構造であったかは、不明であるが、文安六年の菅浦総称合戦中期には、文安二年の大浦勢との戦いにおいて、集落を仕切る大門の軌道が炎上したことが、 記されている。また、菅浦は、基本的に、両母性であり、門のうち、外で明確に区切られ、遺体は、西の門外の、三枚という梅墓に埋葬され、門外の寺院境内に、墓原と呼ばれる参り墓が設けられている。集落の石垣奥、く、琵琶湖とも呼ばれる、琵琶湖北部は、周囲の山が風を遮ることで、湖面は、 通常穏やかであるが、季節変化による特有の強風で荒波が立つこともあり、特に台風の進路が湖北に及ぶと、南面が湖岸に開いた菅浦地区は、強風と大波により多くの被害を受けたと言われる。特に菅浦地区周辺は、湖岸が急に深く、湖に落ち込んでいることにより、一際高波が増幅される。1961年9月の第2、 室戸台風による被害の後に護岸が整備され、1966年には護岸東部の護岸工事がなされた。菅浦地区集落は湖に面した浜出と呼ばれる家並みと山側に位置する北出の家々に大そ区分されるが、湖沿いの浜出には護岸及び波よけに積まれた多くの石垣があり、敷地側と五岸の石積みに挟まれた。 浜道と呼ばれた浜通りの面影が残る。円形と湖岸の馬昭は50年代前半まで、浜は稲を干す、挟場として利用されるとともに、巨具の手入れや屋根を拭く吉を切り揃える場所であり、滝木や芝を置く、乳場でもあった。湖面には船を係留する桟橋のほか、橋板の馬が設置され、洗い場や水汲み場として共同利用されていた。 菅浦の総藤神は赤崎神社とされ、また、西の村に小林神社、東の村にはラ神社が祀られていたが、1906年の神社合司令により、1909年、三社は須賀神社として合志された。菅浦地区の東部の山側に位置する。霧妻作り、平入りで前側の屋根を長くした三河原葺きであり、内陣の胸札などにより、 文政3年に混流されたものと考えられる。漁業の最盛期であった時代には、漁業者やマリコ船の専運業者により、コンピラ港が構成され、公開として10月10日に祭礼が行われるとともに、毎年2人がことひらに大参していた。かつて、菅浦地区には15世紀末 -16、世紀前半より10以上に及ぶ、寺院、草案、草房が存在したが、明治時代以降、 廃物希釈の影響からか、急速に減少し、今日では、阿弥陀寺、安祥寺、心臓院、義父院の四寺院となっている。須賀神社山道の東側にある郷土資料館。1984年12月に、菅浦における竹製品の振興等保存伝承施設として建設された。現在は、菅浦文書の写真及び、絵図のレプリカ。 2012年4月24日に、四指定文化財に指定された、ワニ口三口と、同郷のほか、中世の、農面三面、写寺に関する資料、つづら尾崎遺跡より出土した、土器類、地元の古民具の展示品などがある。4から11月の日曜日10時 -16、00、飲み会館。入館は、高校生以上300円、小中学生100円。 スカ神社に秘蔵されていた、開けずの箱と呼ばれるカラビツが、1916年から1917年より、当時の京都帝国大学の中村直勝らにより、調査され、収められていた中世から、江戸時代の文書など、1200点余りが発見された。古くは、平安時代中期のものもあった。これらは1954年より、彦根市の滋賀大学経済学部附属資料館に、 帰宅されている。1976年6月5日、国の重要文化財に指定され、2018年10月31日には、国宝に指定された。菅浦与大浦下小坂江図権限元年と、記される、菅浦与大浦下小坂江図は、縦9 1 5トル横6 2 3トルで、火指。 初川の伝授による大浦との所有権争いにより、作成され、菅浦が主張する大浦下章との存落の境が、朱色の線で示されている。中世の大浦、上将は、西矢財長の将、中、三門、下小は大浦、黒山、小山、山田、八田部あたりであった。 江津上部には西側に峰堂が描かれた海図大崎から東側の羅尾崎にかけての陸地部分が描かれ、中央下部には畜部島の景観が明確に描かれており、江津中央に広がる水域は菅浦の漁業及び高校領域にあたると考えられる。中世の菅浦を描いた鎌倉時代後期から南北朝時代の小園へずとされ、裏書きに 権限元年8月17日の牧書があり、菅浦訴状無所案の企業、広市中心上に記された日付と符号する。しかし、権限元年は11月21日より始まる。ことからこの年月日は認められず、後に作成されたものと考えられる。その制作時期については、諸説あり、下限3年12月延教2年7月、兼務元年。 剣務三年から略王年間内市公営年間、上和年間の1340年代のうちに作成されたと言われるほか、現存する絵図は、文案三年の総論の際に提出された、旦那院雑商料件菅浦昭文目録にある、堺絵図として文案になり作成されたとも言われる。高島の後の水門をこぎすぎて、塩津菅浦今かこグラム、小弁、万葉集巻き 沖津波高島巡り漕ぎすぎてはるかになりぬしおつ、菅浦、長方、不木若わ牧二十五25このほか菅浦は、群青の湖、芝木よしこ講談社にも描かれると言われる。西屋在長菅浦に関するカテゴリー。ありがとうございます。